アメリカの牛豚北王子ロサン人小島正次郎君シカゴの話の続きを書きますシカゴではもう一件アイルランド人の経営している料理屋へ行ってみましたここはやはりロブスターの料理を売り物にしています水族館のようにガラスのケースの中に塩水を満たしそれがロブスターの生けすというわけです 客はガラス越しに見て好きな大きさのやつを選べばそれをすぐ料理してくれる仕掛けになっていますが味はサンフランシスコのグロットで食べた伊勢エビとは比較にならずロブスターは頭が大きいからもしかしたら脳みそがうまいかもしれないと思い食べてみましたが一向うまくなく肉は締まりすぎていて味がありませんさてニューヨークですが ここでも土地の人が最初に案内してくれた家はアイルランド料理店。ここはカフェテリア式の店で前もって作ってある肉やサラダを客が陳列してあるところまで行って好みに合ったものを自由に取れるようになっています。これでは料理の命とも言うべき新鮮さがなく不潔感さえあって僕は食べる気になれませんでした。そこで特に注文してビーフステーキを焼いてもらいましたが日本の牛肉の方がはるかにうまい。 ただし、焼き方は割に良ごした。驚いたことに、ビーフステーキの大きさは日本の3倍もあり、2人で13ドル50セント取られました。害して、アメリカの牛豚類の肉はうまくありません。かろうじて、小羊の脇腹の肉が合格程度。ミルクも卵もよろしからず。ニューヨークについての最初の印象は、 アメリカ人の食欲の旺盛さと食べ方の実に事務的なことです。例えば、マンハッタンですが、街の一ブロックの角は必ずドラッグストアが占めています。ここではご存知のように、薬ばかりでなく、郵便切って、日用雑貨からソーダ水、アイスクリームなどを売り、軽い食事もできるようになっています。店の左側がスタンド式の食堂という作りが多い。見ていると、 客は大抵ハンバーグとケーキ、それにオレンジジュース。このくらいのものを注文して、瞬くうちに食べてしまうと、さっさとまた雑踏の中へ紛れ込んで行きます。ここで満腹するには2ドルまではかかりません。朝食の場合ですと、トースト10セント、ハムエッグ30セント、それにコーヒー20セント。これで十分です。ニューヨークのイタリア料理店、マルキ。 ここでのお酒とソーセージのうまかったこと。これは対処するに値します。分けても、リングという魚の唐揚げは忘れられません。肉離れがよく、外国にもこんなうまい魚があるか、と感心しました。この魚の大きさは、一尺個寸から二尺ぐらい。魚といえば、国連大使、沢田連造さんの工程でごちそうになったシーバスの刺身は、ちょいと日本にも例の少ないくらい美味しいものでした。 ここで相当名の知れた宮古という日本料理店。すき焼きが出ましたが、お相撲さんのちゃんこ鍋同然で、何もかもごっちゃに似ているのには驚きました。聞いたら主人は新潟生まれ、東京も京都も知らず、参考のために僕がすき焼きの模範を示したところ、へえ、すき焼きというものはそういう風うにして作るものですか、と目を丸くしていました。かっか。 5月2日にロンドンに向かって出発します。